市の中学校第67回卒業生3年 A 組伊藤大地。はい。第6516号卒業証書伊藤大地平成10年8月1日生まれ。あなたは本校教育で中学校の全家庭を卒業したことを証します。池本優太。はい。未曾有の東日本大震災がちょうど3年前の巨犯を抱えながら、皆さんは中学校生活のスタートだったのではなかったでしょうか。これまでに育つことができたのは、ご家族や多くの人からお世話を受けたからなのです。これからも周りの人や自然に対するありがとうの感謝の心を忘れないでほしいと思います。手を合わせることが大事なことではなく、意識することが大事なことです。ぜひこの3つを大事にして、みんな幸せになってほしいと思います。帽子新しい真城中学校がスタートした年でした。仲間と共に新たな伝統を作るためにさまざまな活動をしたことで、より充実した学校生活を送ることができました。私たちはこれからそれぞれの道へ向かって歩いていきます。そこには楽しいことだけでなく、苦しいこともたくさんあるでしょう。しかし、私たちにはこの学校で培った力と仲間との強い絆があります。この2つを大切にし、自分を信じて力強く歩いていきます。在校生の皆さん、短い時間でしたが、皆さんと一緒に過ごした学校生活は素晴らしい時間でした。皆さんのような信頼できる後輩を持てたことを誇りに思います。私たちが卒業する今、真城中の伝統を受け継ぎ、歴史をつないでいくのは皆さんです。仲間を大切にし、さらに良い学校を作り上げてください。